ろしくお願いいたします。立川さん、チャンピオンだいぶ取ってないですね。そう、もうちょっと結構前にやったりもした。そうでしたね、うん、でもこんだけ長く GT をずっとやりながら、ね、あの成績も相変わらず、まあ、車の不運があまりにも多かった去年でしたけど、ね、うん、長くやってるとそういうこともあるんですか。でここそうですね、初めてですけどね、なんか、うん、去年はあんまりレースした感じがしなかったんで、あのコースにいた感じがあんまりしないです。結構ね、あの家に早くいることが多かったですね。なんか夜ご飯家で食べてるっていう。え、途中で帰っちゃうんですか、もう。いや、もうそういう時はそうですね、途中で。あら、立川さん乗らないで終わっちゃったレースもあります。いや、あります、あります、ありますよ。そういうのってどういう感じなんですか。いや、もうあの乗らずに、だから2度か3度ぐらい、はい、やるんで、まあ、石浦も乗らないで帰ったこともあるし、あら、交代交代乗らずに帰る。そうですか。そんなこともあるんですね。ひらみねさん、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、皆さん、2022年のチャンピオンです。こうやってひらみねさんがチャンピオン取っていただいたおかげで、今まで日産のブリヂストンってなかなかチャンピオンがなくてですね、あのトヨタ、ホンダ、日産の各チャンピオン経験者をお招きするって企画ができなかったんですよ。そうだったんですね。めちゃくちゃ嬉しいですね。いろんな意味で本当に良かったですよ。星野さんも昨日いらしてね、はい、で非常に喜んでたし、なんかこんなに気分のいい正月はないなと、はい、うん、そこら辺のところは本当にあなたの貢献が大きいというふうにおっしゃってましたよ。あの監督が喜んでくれていることが一番僕も嬉しいんで、良かったですよ、ね、オーディションでタイヤぶっ壊したのも許すって言ってました。あ、良かったです、うん、あれずっと言われてたんで。そう、エンストクソ野郎も許すって言ってました。いや、本当ですか、うん、でもそれちょっとニスモに聞いてみないと分かんないですけど、監督が言うなら大丈夫だと思うんですけど。そうですか、どうですか。山本さん、はい、はい、帳尻合わせました、去年最終戦で。帳尻、帳、うん、何の帳尻。ホンダでナンバーワンちゃんと戻った。ああ、それ帳尻、はい、そうですね、まあ、チャンピオン取れなかったですけど、あの最後勝って終われたんで。そうですね、はい、いい1年だったなとは思います。ああ、やっぱりね、あそこでうじゅうじゅうするのと違いますもんね。そうですね、はい、まあ、チャンピオンを従えてチェッカーを1番で受けられたんで、良かったような、でも複雑でしたね。勝ってこんなに嬉しくない優勝なんか初めてだったなと思って。あ、そうですか。やっぱりね、勝つことの意味って集大成としてはチャンピオンですからね。あ、そうですね、まあ、ブリヂストンとしてもワンツーでこう追われて、はい、良かったんじゃないかなと思って、最後ちょっとガソリンが足んなかったっていう噂もありますけど、ガソリンは余裕は最後出たんで良かったんですけど、最後エンジン壊れちゃったんで、はい、もうあと1周あったら多分帰ってこれなかったかもしれない。本当ですか、はい、ハラハラもんでしたね。そうですね、だからそのなんかあのゴールしてオンボード見たら僕に多分手振ってくれたんですけど、僕はあの彼を待ってたんじゃなくて、ただエンジンが壊れてコースサイドで止めるのにゆっくり走ってたんです。だそうだったんですね。別に彼を祝福しようと思って横に並んだわけじゃないんですけど、あらあらあら、勘違いさせちゃって申し訳なかったのと、全然嬉しくなかったっていう。いや、レースキャリア長い先輩だからそんなに甘くないんですよ。やったせたいみたいな感じだったんですけど、全然違うかった。アラーム出てそれどころじゃなくて、どうしようどうしようって思ったんですよ。あれ、あのレース終わった後どっか止まって、で 帰れるまで時間って結構虚しくすぎるっていうか、罰悪いですよね、外に出ててもね。まあ、コックピットの中基本ずっとうるさいですけど、チェッカー受けて車走ってないで、まあ、あのこんなに静かなんだっていう感じ。はい、ここ最近で2回経験してるんで、転院して戻ってくるっていうのを。そうでしたね、はい、あの立ってよかったな。お客さんからの視線も痛いですか。痛くないんですけど、逆に一周ウィニングランができないんで、そっちの方が辛いなと。はい、待ってくれてる人各コーナーにいっぱいいたと思うんで。あれ100個内で12が来たみたいな話がありますね。まあ、そうですね、はい、まあでも良かったです。良かったですね、はい。まあ、スーパー GT というそういうあのワークス3つがね、激突するレースの各々のチャンピオンを獲得していらっしゃる方々なんですけど、目の前にこうやってさっきも言ったんですけど車並びまして、で皆さんお乗りになってた車とはちょっと違うかもしれませんけれども、スープラ懐かしくないですか。はい、スープラってあの、たまによく聞いてます。いや、聞いてましたけど、はい、スープラはたまにイベントでも乗ることありますか。スープラですか。スープラってその何のスープラですか。あ、そこに置いてある。あれはあの飯田明、あれね、はいはいはい、あれねって自分と関係ないやつは、はい、いや、そうです、いや、懐かしいですね、うん、はい、で、
あの立川さん乗ってたやつはウルトラボス。いやでもあの色を見ると憎らしいっていうか。まあ、あのライバルでしたから。そうですよね。はい、金とオレンジのやつはまだ動くのあるんですか。動くのはないんじゃないですかね。まあ展示とかではなんかようにはありますけど。動くのは多分ないですね。あれ動きますよね。そうらしいですよ。うん、今度乗って思いっきり踏んじゃったらどうですか。そうですね、めちゃくちゃにしてね。めちゃくちゃ怖いな。そんなことないんですけど、うん、でもあのそうですね、あのあれじゃないですけど、なんか何年か前に、あの久々にそのイベントでスープラ、あのプロのねスープラ走らせることがあったんですけど、面白いですよね、やっぱあの頃の。あ、そうですか。いや、やっぱりそのあのギアとかもそのシーケンシャルで、やっぱ思うし、なんかやっぱ乗ってる感とね、今とは違ってこうあります。楽しい。スゴーの最終コーナーとかお尻がプリ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 って言いながら登っていくじゃないですか。はいはい。あの時やっぱううううってなるんですか。うん、ない。だから昔の車なんか、だからそういう意味ではそのちょっとネジ伏せて乗ってる感じですよね。はい、まあ、今はすごくダウンコースとかあって、まあ、タイヤもグリップするしぴったり走ってますね。ビタートも綺麗に、あの頃はちょっとこうネジ伏せて、でいろんな操作もドライバーもね、そのギアシフトチェンジもしなくちゃいけないし、忙しかったし、疲れましたからね。シーケンシャル のこのガチャンガチャンって結構重たいんですか。重たいです、重たいです。結構そのあの手の皮がおう、長いレースやったり、受けそうになったりとか、おう、まあ、大変でした。まあ、フォーミュラも大変でしたね。今パドルでパワーしてもらって楽でしたけど、こんなに夢中なかった。昔手離すの大変ですけど、パワーしてない頃のフォーミュラ日本とか相当大変だったらしいですよね。そうですね、やりたくなかったですよ。いや、みんなでもそうです。決勝前でなんかもう気が重い顔してましたからね。どこが一番ハンドル重いんですか、山本さん。昔のフォーミュラか。ごめんなさい、あんまり昔のフォーミュラか知らないんです。シーケンシャルのやつのエチパターンのやつは、もう僕らはもうずっとパドルになっちゃったんで。あ、そうですか。はい、山本さんあたりでも知らない。そうです。僕もエチパターンは知らないですよ。それはもう星野さん。そうですね、星野さん、なんかシーケンシャルの中で最初、エチパターンにわざわざ乗せ替えてましたもんね。慣れないから、エチパターンの前につって。昔の方がオンボード見てもそうですけど、なんか操ってる感すごいあったと思うんですよね。僕、劇場とか見て、立川さんのオンボードとかやっぱ見て、かっこいいなと思ってた時期すごいありましたもん。あのー、ルン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 って、あの本当にこれ数数えてるのかよっていうぐらい適当に落としてるじゃないですか。そうです、爆弾じゃないと思うんですけど。間違いない。いや、僕はあのその頃からそのクラッチ使ってなかったので、はあはあ、もう1個ずつしか落とせないので、左手ブレーキ、まあ、あの間違いで数えられます。人によってはクラッチ踏みっぱなしでなんかガチャガチャガチャみたいな落としてる人いましたよね。本田系多かったですね。本田系、ワイワイシフト、ワイワイシフト、間違っちゃないのかな。あれそうですよね、数結構落としますもんね。4回ぐらい落とす時ありますもんね。そうですね。平水さん、そんな話言ってても分かんないでしょ。まあ、あのオンボードとかでは見たことあるんですけど、あんま分かんないですね、正直。これからニスモフェスティバルとかで古いの乗せられて目が白黒になりますから。そうですね。で、乗ってみたいんですよ。まだちょっと乗る機会がないんですけど、あの今年西出さんと乗りたいんですよね。で、グループ C とか、はい、なんか命がけのやつ、そういうの大好きです。大好きなんですか。まあでも皆さんの世代になってくると車がだいぶ安定してますけど、それこそ星野さんとかね、あの関谷さんとか、まあ、あの今亡くなってしまいました国さんとか、ああいう方々の世代ってシェイクダウンなんか命がけでしたもんね。そこでやっぱり信頼できるのはタイヤがプリシストンだとか、そういうことぐらいしか信頼材料がなかったって星野さんおっしゃってました。リング取れちゃったりとか、でもあのやっぱり踏み切りパーツって取れちゃったりなんかすると相当動きが変わっちゃうんですか、山本さん。曲がりますね、はい。さっきまで曲がれてたのに曲がれないみたいな。はい、それはやっぱりだからクラッシュっていうか、人と接触したりなんかすると動けちゃうじゃないですか。多分
まま逃げることはないと思う。人の方が切れちゃうと思うんですよ。で逃げるっていうか、あのフロントの金網みたいなとかなくなる。あれも多分、まあ、金網は折れるかもしれないですけど、リアウィングに人乗っても折れることはないんで、おあれ何百キロっていう耐火車があって、はい、まあ、それだけタイヤを押し付けて地面にこう押し付けてグリップを発生させてるので、やっぱりその今のレーシングカーって昔よりも空力がものすごく大事なあのレースになってるので、やっぱりそのいくらタイヤだけが良くてもダメですし、ダンフォースとタイヤのそのバランスを適合化させないと今レーシングカーは速く走れないので、空力もものすごく大事ですね。今後のスーパー GT の進化の鍵は空力はやっぱり一つありますし、あとは、エコ的なあのカーボンニュートラルな材料として、ものを使わないようにするとか、あと燃料とかいろいろあると思うんですけど、立川さんどんな風になっていくんですか？はい、あ、聞いてます？え、聞いてます、いや、そうですね、スーパー GT、はい、あるべき姿のお客さんに、エンターテインメントとして楽しんでいただきながらも自動車の発展に対して、まあ、寄与するというか、そこと一緒に歩むような形ってどうですか？そうですね、まあ、昭和世代のものとしては ね、もう使いたい放題いろいろ使っていきたいんですけど。そうですよね本当はね、でもそうは言ってもやっぱり時代もあれだし、やっぱりレースもスーパー GT とかも続けていくためにはね、そういうことをやっていかないといけないので、じゃないと、レースできなくなってしまうので。例えばドライバー2人でタイヤ交換なしとか、はい、タイヤあの500キロのレースとか全部持たさなきゃいけない真夏とか、はい、そういう風になってたらドライバーがやる仕事とかすごい増えるんですか？まあ、ドライバーもそうですけど、ブリヂストン大変じゃないですか。ブリヂストンっていうか、まあ、タイヤメーカーね、まあ、でも今年本数減るんでね、持ち込み減りますよね。減ります。減るんで、1セット減るんですよ、レースリング持ち込める本数。1セットってでかいですか？なかなか1セットと思うかもしれないですけど、それが1セットの今ギリギリなんですよ。そこから減らされることによって、土曜日の走行にきちんと、まあ、今通常2種類持ってくるんですよ、はい、本番のね、温度によって、それが2種類土曜日の朝比べるんですけど、それが結構比べられなくなるんじゃないかみたいな感じになっちゃうので、なるほど。持っていくときに割と決めていかなくちゃいけないんで、このタイヤ。それが外れたらドライバーが頑張ってもやること少なくなるんですね。そう、厳しいし、だからそれが外れなくするためにやっぱタイヤの、そのワイドレンジも作らないといけないんで、大変になると思うし、そうするとものすごい外れちゃった時とか、逆に絞ってきて当たっちゃったところにかなわないとか、はい、いろいろありますけどね。ありますよね、でもそういう風になっていく中でドライバーができることって、ひらみるさん、星野さんはどんなに車がタイヤが大変なことになっても文句一つ言わずに走ってるところを評価してますか？文句言わないで黙々と走るらしいですけど、文句言ったらどうなるか怖いじゃないですか。そういうことですか？めっちゃ怖いっすもん。怖いですよね。だって監督部屋に2人きりいるときめっちゃ怖いっすよ。でもめっちゃ優しいんですけど、普通に本気で怒る。本気で、おととしとか本気で、なんでお前ここ和歌山のセクター1こんなにぐらいお前また下に負けてんだ、なんとかしろって言って、チャンス頑張ります。今ありました。葉月さんも。葉月さんは怒鳴ることはないんですけど、こう一定な感じで。一番怖いやつ。一番怖いんですよ。去年二人揃ったじゃないですか。もう夜行喧嘩がすごくて。らしいね。大丈夫かなみたいな。仲裁役に出ないといけない。いや、もう、あのトラックあるじゃないですか。トラックの2階にいたら下から、俺帰るとか言って、どっちが言ってんのそれ？和樹さんが。もう次から絶対来ないとかって、和樹さん待ってくださいって言って、僕こうですからって、やっぱり、ね、去年はもうすごいお二人がすごったので、すごい助けてもらいました、ね。昔本山さんがですね、日産が一番気が重いって言ってました。
どこのチームと比べても西さんが一番張り詰めてて気が重い。そうなんす。正直だね。今ならできるけど。じゃあ今年どっちになるからね。チャンピオン取って平穏な日々が来るのか、チャンピオン取ったからもう一段怒りが上がるのか。わかんないっす。後教えて。想像したら怖いっすね。すごい沼に入ってるね。日本にいますけどね。横にいらんな方がいらっしゃいますよ。日産ですから、分かってる、地図的分かってる、横日産で。本当ですね。本当ですねって今気が付いたんだ。やばいっすね。この23号車ある。あ、本当だ、近況で。裁判です。裁判です。やめていきましょう、それ以上ね。みんな立場もあります。各チームいろいろなカラーがあるっていう風にね、さっきチラッと言いましたけど、日産ピキピキしてますけど、38号車ってどうなんですか。そうですね、まあ、そんなにピリピリはしてない。石浦選手もね、はい、おっとりしてるし。そうですね、全然、雰囲気は柔らかい、ピリ、もうちょっとピリピリ欲しいぐらいです、最近は。まあ、でも何度か、まあ、そういう意味では、でも去年は何度かピリッとはしたかな、レース後に。そりゃそうでしょ。レース後というか、レース中に、はい、そりゃそうでしょうね。なんか不条理なトラブルみたいなのはやっぱりチームの空気変えますよね。まあそうですね、会議なんか、まあ、もちろんでもね、チームの問題もなだし、はい、トラブルというかの理由にね、まあ、そうじゃない、できないチームとしては何もできなかったものもあるし、まあ、両方あるんで、まあ、両方全部がいっぺんに1年にどんどん重なってきて、エンジントラブルとかもちょっとありましたけど、あれ別にそのうちの車以外でも起こり得たんですけど、なんでうちだけ土曜日曜と2発したかったみたいな、そういうこともありますし、何やっちゃダメな時ってあんなにあるんだなって感じでしたね。そうですね、まあ石浦翻訳ですかね。そういう風に片付ける以外にもちょっともう説明がつかないぐらいの話。そういう感じもありましたね。山本さんのところのチームはものすごい勤勉で真面目ってイメージがありますけど、どうなんですか、チームの雰囲気っていうのは。チームの雰囲気はいいですよ、はい。山本さん実はレースに行ってピリピリしてる時以外すごい冗談とか笑うことに対して貪欲ですよね、意外にね。笑うことに対してとは人に、ひらみでのとも会話、裏での会話も結構ひらみでいじって、俺横から見て結構臆さえてるんですけど、まあ、その場面に応じてですね、レースが入ったら敵ですし、ね、あまりメーカー界では、メーカーの中でもあんまり会話はそこまではないですけどね、ホンダは8号車と16号車合併して、今度オレンジ色になりますけど、何色になるのかわかんないですけど、はい、ね、2台出るじゃないですか、はい、そういうのがあって、俺たちもう一回式頑張って今度こそちゃんちゃん取るぞみたいなミーティングみたいなのもやったんですか。まあ、ミーティングはまだですけど、まあ、2台そのブリヂストンとして、ホンダ勢のブリヂストンとして、まあ、1台増えるので、まあある意味その手強いライバルが1台増えるので、まあ、熾烈にはなるなと思ってますけど、ただその分情報量じゃないですけど、今まで3台でやってきたタイヤ開発をホンダ GA としては4台でできるので、まあ、そこはなんかこう強みに持っていけたらなとは思ってますけど、まあブリヂストンですけどね、正直言えば増えてほしくないんですけどね、ブリヂストンね、1台増えましたもんね。そう、いや結構ね大変な、そこはねブリヂストン勢でやってる身としては大変な感じで、その例えば2台、まあ、極端な話1台しかいなかったら、結構もうチャンピオン候補ですよ。ほぼね、ほうほうほう、ブリヂストン1台、ブリヂストン1台やったら多分結構チャンピオンですよ、大体。もう星野さんの時代、そう狙って星野さんがやってましたからね。そうです、まあ、相手がその例えばミシュランかどうかっていうね、あれでそことなるんで、こっちのタイヤが有利な時はもうほぼ優勝で、はい、でやっぱりね、ブリヂストン台数多いんで、その中でもこう勝つっていうのは、結構大変ですよ、ね、大変ですね。ブリヂストンが優勢な時にでも、なんか上位に行くのが大
大変なんで、まあ、その分予選で坂東雅さんに頑張ってもらって、そうです、うん、花をバーッと撒き散らして盛り上げていただいて、でも それもそろそろ決めたいですね。おテストとして宣伝前にやっぱりちゃんと行きたいなっていうのはありますよね。お12号車、今年は1号車ですけど、1位になるんですか？1位になります。あ、1位になるんだ。あれ12位になると思う。12位になるって言った瞬間に和樹さんがおかしいだろって、またそこでも始まった1位って言ってたのにみたいな感じだったんですけど、まあ、ちゃんと話し合って 1位になる。あ、そうか。それもうみんな知ってる。確か、はい、和樹さんがなんかヒーローしていたからって言ってました。で、なんか蕎麦屋継いだ親子の喧嘩みたいだよね。もう本当にすごいです。ファミリーチームすごいね。すごいです。めちゃめちゃ熱いです。何の話しようとしても忘れちゃった。忘れちゃったっすね。あのですね、皆さんに質問があって、今回新規軸で、iPhone っていうかスマホでですね、これ撮っていただいて3つの質問が用意されてるそうですから、その3つの質問で、どの質問を一番聞きたいかっていう、そういうことを皆さんに投票していただいて、それを3人のドライバーに聞きます。なので、これスマホを撮って、スマホでこれを撮って質問を選んでください。はい、どんな質問だか、3つの質問。ひらみねさんの好きな女性のタイプは 100% ですね。ひらみねさんはどんな女性が好きですか？どこに書いてあるんですか？書いてないわ。書いてなくて言ってるんだけど。あ、聞いてるんですか？こっち見てるから書いてんのかな。よくチャンピオン取れたよね、それ。だから余計悔しい。なんか立川さんがチャンピオン取ってくれた方がやっぱ全然良かったねえ。か、に、に、まあ、ニスモって言ったら、そうですね、うん、メジストのチャンピオン取れないんで、それも嫌なんですけど、うん、どうしてこうしてチャンピオンだったの？インパラが取るのとバゲットさんが取るのはもう良かったなと思って。ひらみねがチャンピオンにふさわしくない感じがいいチャンピオンですよ。そうですかね、うん、でも、皆さん終了です。はい、終わりです。自分以外で注目しているチーム選手以外はというので、あ、やっぱり昨日もね、この質問になりました、うん、ということで、ひらみね選手の名前が出てました、そこで、うん、脇坂さんから。脇坂さんがひらみねがいいよって。怖いっすね、オーディションの時、立川さん知ってます？オーディションに来て、TT300 から500のオーディションを呼ばれていって、それで2本タイヤがセットあって、新品が1本目からいきなり頑張って行き過ぎて、でロックしたまま 200m 走って、タイヤ四角くして1本目で終わらせたらしいんですよ。はい、それって普通は1本目で体慣らして2本目で勝負いくないですか？アホですね。自分で言うのはアホなんですけど、今普通そう考えるんですけど、1本目から行こうと思ってって行っちゃって、星野さんがそこを気に入っちゃったっていう、それ分かってたんじゃない、それ。だからもうね、天才と天才の間のなんか会話は俺には全然分かんない。じっくりじっくり行ってたらインパルには乗れてなかったかもしれない。そうなんですよ。手堅く行ってたらダメだったかもしれないですね。でも言われたんですよ、走る前に。思いっきり蹴って、ぶっ壊してもいいから、思いっきり行ったらいいから、それニスモさんのみんなの前で言われて、こう怖くて、でも本当に行くしかないなと思ってたんで、だから1セット目から行っちゃったんですけど、すごい、監督には当時よかったぞって言って褒めていただいたのも、もう天才同士は分からない。分からない、難しいっすよ、ね、ちょっと山本さんから伺いますか。山本さん、自分のチーム以外で注目というかマークしてるドライバーとかいますか、外国人でも。今じゃなくてもいいですよ。例えばバトン選手と組んだっていうのもあったじゃないですか、はい、ワールドチャンピオンね。海外の選手はある意味やりやすいですね。日本人だとやっぱりその海外の選手に気遣いをしなくていいってわけじゃないんですけど、言葉もそのあえてチョイスしなくても、選択しなくても、いいんで、楽だったなと思いますね。日本人同士だとやっぱりいろいろ気を使い合いながらやっていくのが結構多いですけど、海外の人だと結構その辺フランクだし、やりやすいのかなと。ドライに付き合い、そうですね、はい、バトンさんの場合は、バトン選手の時はどっちがセットアップして、どっちが多く、どういう風にしてますか？セットアップ、まあ基本僕が
スーパー GT はキャリア長いので、僕がメインでやらせてもらってたかなと思いますけど、ただ GT はどっちかに合わせると必ずどっちかに寄っちゃうんで、はい、まあ、お互いそのいいところをあのすり合わせて、まあ、妥協点も見つけ合いながらやるのがスーパー GT かなと思いますけど、なるほど、まあ、誰っていうのは、はい、でもあれですね、ロッテラ選手とかなんかそのプノア選手とか、ロイク選手とかその辺の選手と組んでみたらどういうことができたのかなっていうのも楽しみですし、あとはキャリアやっぱり長いんで、立川さんとも一回やってやらせてもらいたいなっていうのに、いつか夢のマッチングが、はい、うん、なんかオールスター戦みたいなやつで違う車にみんなで乗ってみたいのを実現できたら面白いですね。いや、それすごく思いますね。他メーカーの車に一回乗ってみたいですね、うん、それで言ったらどれに乗る、乗り比べとかね、全部乗りたいっていうのもあるかもしれないです。いや、全部とか、まあ日産とかね、昔からそれは思いますよね、うん、実際どうなるの、うん、うん、乗ってみたいですよね、乗ってみたい、はい、ね、誰も比べたことないじゃないですか。そうですね、そうですね、そしてバイタ選手的にます、あの世代が違うから、だから車が横並びにはならないけど、サンブランド行った人で行ったら、例えば昔で行ったら土屋さんとか、ごめんなさい言葉が出てこなかったです。90年代になっちゃう、2000年代になってくる。最近メーカー1個移籍するのはあったのに、3つは渡り歩いた人いないですよね。タイヤメーカーは変わった人の選手がいますよね、うん、まあ、そうですね、まあ、よく言えばいろんな車には乗ってみたいと思いますけど、うん、はい、はい、でも今のこれ共通パーツ使ってるのにもかかわらず、なんか違いがありそうなんで、今はね、そうですね、うん、その面白いですよね、うん、ジェット機って話変わっちゃうけど、機種によって免許が違うじゃないですか。知らない、そうなんですよ、ジェット機って、飛行機、そうですね、飛行機、うん、はい、この飛行機乗れる免許とこっちと全然違って、この免許を持ってる人はこっちの飛行機乗れないんですけど、でも今共通パーツが基本になってる中では、どの車も本当は乗れるんですよね、ドライバーすぐね、まあ、それは乗れると思うよ、まあ、車はね、操作方法みんな大体一緒なんでしょうね。いや、でも、だからある程度 80%、90% のとこからのスタートできるじゃないですか、こんなレジンカーでね。はい、どうぞ、お願いします。違う人、どこのチームの誰が、あれですか、注目を与えしますか。違うチームで言うと、はい、さっき、山本さんが言ってくれたような海外の選手も すごい組んでみたいなっていう思いもありますし、僕個人的にはお二人と組んでみたいです。お、そのところやっぱりいろんな、僕には経験していないことをいっぱい経験してきてらっしゃるお二人なので、うん、どういう走りをするのかなっていうのを見させてほしいと思いますね。ね、スーパー GT チャンピオン取りましたけど、まだそんなにたくさんキャリア積んでないですからね、はい、だから、うん、一緒に組んで、やっぱ組んでみないとその人のその、なんだろうな、走り方とか取り組み方とか、その人から出てるこうオーラとかなんか感じ取れないじゃないですか、一緒に組まないと、うん、去年はバケツさんと一緒に組んでいろんなことを勉強させてもらったんですけど、いつかで、レースというよりかなんかイベントでもいいから一緒に走ってみたいです、うん、まあ、ベテランと一緒に組んで教えてもらったっていうのがあんまないですからね。300の時にはボイドさんと組んだりとかもしてたんですけど、500に上がって、ね、大先輩たちと一緒に組んで走るっていうのはあんまないと思うので、やってみたいなと思います。立川さんはもう本当に一番長いぐらいですけれども、今若いドライバーで俺の世代じゃないなっていうふうに思う人とか、そういう人います？いや、みんな若い子早いですよね、うん、はい、まあ、若くてもね、うん、こそちっちゃい頃からカート乗ってるんで、意外とレース歴長いんでしっかりしてるんで、うん、僕らがこう20代だった頃と比べると全然そのレースの経験がもう全然違うもん、ええ、その
ごく、まあ、GT なりスーパーモミラーなりね、トップカテゴリーに来た時にはもうすごくしっかりしてるし、っていう感じですよね。はい、年齢とかキャリアはあんまり関係ない、まあ、キャリアっていうか、だからその若いんですけど、その20普通、まあ、例えばそのね、トップカテゴリーに来はまだその数年だけかもしれないですけど、レース歴で言ったらもう本当にちっちゃい頃からやってる子多いんで、いますね、もうそれこそもうレース歴20年ですみたいなね、20代でその若い頃の方がたくさん乗れて、プロになってから GT に乗ったらあんまり時間的には乗れないじゃないですか、はいはい、だから下積みでどこまでやってきてるかっていうことがすごい大事なんでしょうね、まあそうだと思いますよね、今やっぱあのトップカテゴリー来てからだとそのテストとかが、ね、制限されてるんで、あれだってもそんな乗れないかもしれない、土曜日30分ぐらいしか乗らないのにあのレースやってるっていう、いや本当ですよ、もうちょっと走りたいですよ、あやっぱり、いや GT とかやってても、いやもう予選みたいな、もうちょっとだって2人で乗るんで、それであんだけの時間なんで、で、セットアップとかなんとかってやタイヤ1つとかやってると1人大体土曜日なんか3ティングぐらいするできればいい方、3回ぐらいちょっと走りに行ってきっと帰ってきてくれで、気がついたらもう予選で、予選終わったらもう決勝ですから、そうですよね、慌ただしいっていうか、もうちょっと走りたいなと思いますけどね、気持ちも体もできる前に始まっちゃう感じ、いやだからもうそこ来るまでに本当にしっかりできてないと、うん、もう そこで勉強しますみたいなこと言ってたら、うん、もうそういうのは無理ですよ、だから君臨されてるんですよ、こうやって長いこと、僕の時代いっぱい走れましたから、まだ走れました走れました、レースウィークもだってもう僕まだ金曜日ありましたよね、金曜全然ありましたよ、木曜日もちょっとあったりなかったりぐらいな感じでしたから、金曜日は楽しいんですよね、みんな自由になんかこう空気もいいし、いや、金曜日はそういう意味ではチームっていうか車作るエンジニアというかチームも大変なんですよね、セットアップする時間が何もないんで今ね、持ってく段階でできてないんで、いや、おまけにちょっとトラブってるとそれもう走れなかったりとか、もうそこから巻き返してからその最初失敗して、持ち込み失敗してその後、挽回みたいなのはほぼ難しいんで、昔は金曜日やって、そこできちんとやり直してってできましたけど、トラブル出てるね、走り出して、なんでこれって感じだと思う、結構その後厳しいですね、そんだけシビアなレースなんですけども、タイヤはブリヂストンっていう、まあ最後まとめになっちゃうんですけど、そういうことで保険としてはだいぶあるぞっていうのは間違いないと思うんですか、もう間違いないでしょ、はい、山本さん最後はどうでしょう、今年の抱負一つまとめてください、今年の抱負ですか、はい、まあ、自分の抱負500は1台ブリヂストンが増えるので、まあ、手強いライバル1台増えますけど、まあ、上位をブリヂストンで固められるように、はい、去年は雨が少しミシュランが優位で、そうですね、やられてしまったので、なんとかウェットのタイヤ開発も進めて、優勝を逃しちゃいました、そうです、すいませんなんか、すいませんそうですね、ウェットテストも水をこう撒いて、ウェットの路面を位置的に作ってウェットのタイヤ開発っていうのをブリヂストンやってるので、まあ、その辺も、まあ、ちょうど開発のドライバーで3名起用してもらってるので、まあ、そこもしっかりとミシュランに対抗できるように、はい、横浜ダンロップもまた今年進化してくるでしょうから、うん、しっかりと僕たちも進化して、いいレースを皆さんに届けられるように頑張りたいなと思います、はい、期待しております。平井さん最後にしますか、こういうのをまとめる、いや、僕最後ですから、やってみましょうよ、やってみよう、このベテラン方の最後の締めを平峰さん取りますから、立川さんその前に今年の立川さん、そうですね、はい、どうしたんですか、ちょっと待って、なんかこう、なんか両方、そうなんですよ、最後締めはチャンピオンですからね、
あ、そう、ね、そういうことね。用意、はい、しといてもらって、プライベートの報告があるみたいにどうしたらいいですか。おお、そんなこと言ってもうプライベートなんかネタがなくて大変なくらいです。星野さんに家を買えって言われてるもんね。そうなんですよ、うん、家とマンション買え。じゃあそれを締めにすればいいですか。はい、はい、ちょっと待っててください。立川さんお願いします。はい、そうですね、まあ去年のようなことがないようにね、しっかりと今年はレースしたいし、チャンスがあるときにしっかり勝てる、まあ、さっきウエットでちょっとねやられたっていう話しましたけど、まあ、早速ウエットタイヤの開発テストをもうやってて、まあ、いいタイヤ出てるんで今年はウエットでも、うん、いけると思うし、お、はい、心強い、はい、勝ちに行きたいと思います、はい、まず去年みたいなことはイレギュラーだと思ってるんで期待してますから、はい、はい、では平峰さん、はい、このベテラン2人を前に締めでお願いいたします、はい、今年は家を買うぞから始まって、今年は家を買うぞ、うん、この間脇坂さんにも言われたんですよ、うん、買うイベントでまた YouTube で撮影するかっていう、ご警戒に行くかとか言われて、脇坂さんがね昔松本圭司さんに言われたって言って、はい、うん、家を買えって、星野さんはそれくらいに加えて借金しろっつって、うん、銀行の関連の方いらっしゃいます。銀行の関連の手挙げなくていいですよ。手挙げなくていいですよ、はい、窓口で後でお願いいたします。上のご縁だからね。まあ確かにそう、よかったね。金利、はい、8%、10% ぐらいで固定で 10% の固定でお願いします。返答の方がいいじゃないですか。もうえらいこっちゃな。あ、頑張ってください。期待しますか。はい、ありがとうございます。はい、見事な締めありがとうございました。言ったっけ。ということで3人のチャンピオンドライバーに盛大な拍手を。私もブリッジストンタイヤを使ってスーパー GT を盛り上げていきます。本当のスーパー GT の鍵を握る男たちです。ありがとうございました。それではそちらの奥からお帰りください。ありがとうございます。この後もブリッジストンのステージ、たくさんありますのでぜひともご覧ください。ビストン西田でした。お付き合いありがとうございました。